ねえ小野寺さん、勉強だったら私が教えようか。こうこうして、わっ、すごい溶けた。すごくわかりやすいよ。ゆるさん、切り裂きゆるさん。ねえねえ、ところで小野寺さん、あの寺さんは好きな人とかいないの？お前いきなり何聞いてんだよ。何言った、ただのガールストークじゃない。わ、何か変だった？私は今はそういう人は。そっか、今はそういう人は。そうそうか、小野寺好きなやついないのか。グッジョブ切り裂き。そっか、私もまだそういう人いなくてさ、早く素敵な恋とかしてみたいんだけどね。難しいよね。ジョークでしょ、今の。こら、ひどいぞ、ハニー。僕と言う人がありながら。ごめんね、ダーリー。ちょっといたずらしてみたくなったの。まったくこいつ。